田岡霊雲大正元年9月7日は、近代日本の文芸評論、思想家。本名は三洋寺土佐国土佐郡石立村の出身。小学校時代、自由民権運動の結社、学用者に入り、最年少の弁士となる。明治23年、上京して、水産伝習所に入学、内村勘蔵に、魚類解剖の実習を受ける。翌年、 卒業し、東京帝国大学文科大学官文化専科に入学すると、在学中から評論活動を始める。明治27年7月、同科を卒業。翌年2月、当初雑誌、青年文の主筆となり、樋口一郎や泉京花の才能をいち早く評価し、近代社会の道徳的大敗を告発するとともに、 貧しい人々の悲惨な生涯を温かく描き出すことを求め、気鋭の文芸評論家として、頭角を表す。明治29年5月、文筆だけでは、生活ができず、岡山県津山神城中学校の教師となるが、土地の芸儀との恋愛がもつれて帰教し、万長法の論説記者となる。その芸儀との間に生まれたのが、後の国際法学者、田岡良一である。 その紙上、日中間の同盟による、欧米帝国主義からのアジアアフリカ、中南米の解放を主張するとともに、維新に次ぐ、反反罰、反不罰の第二の革命を目指す、市民運動を唱えるが、挫折。水戸におもき、新聞、いはらきの主筆となるが、これもやめ、中国の上海に渡り、東文学者の教師となる。ここで、 高位派の左派である、東西常、王安都氏、文帝式らと交わる。上海での一年は霊雲に思想上の変革をもたらすとともに、その生徒だった王国威の目を近代哲学に開かせた。王は、その後、ショーペンハウアー哲学に学んで、功労無評論を書き、中国近代文学の先駆となった。明治33年6月、九州日報の特派員として、 国信事変に従軍するが、自由な取材が許されず、帰国後、戦争の悲惨や日本軍の非合理的な体質を告発する文章を発表を。後、それらを先方四人としてまとめ、宮崎雷場との合助、キャン文章に収めた。同年9月、岡山発行の中国民法の主筆となるが、翌年4月、教科書検定をめぐっての県知事らの汚職を摘発。 帰って管理侮辱罪に問われ、一審は無罪になったが、控訴審で、逆転有罪、3ヶ月間、岡山刑務所に服役した。日露戦争に対しては、民族解放戦争の性格があるとして、改戦論の立場に立つが、他方では、江徳周水や堺俊彦らの、週刊平民新聞に、戦争批判のエッセイを連載した。明治37年秋。 中国民放者を辞め、上京。翌年秋、雑誌、天候創刊、文芸評論家としては、夏目漱石と、木下直江の才能に注目、与謝野秋子の、君死にたまうことなかれを、批判的に擁護した。この間に出版された、評論集、壺中眼は、人種的、社会的、性的格差のない、国家を超えた、 世界共同体を構想したことによって、発売禁止となった。以後、霊雲の主要な評論集はことごとく発売禁止となる。明治38年9月、天皇の経営が思わしくなく、三度、中国に渡り、蘇州のチャンス師範学童の教習となるが、脊髄病に侵され、翌々年の春に帰国。京阪の地を転々として、病を養う。 しかし10月、上京して、白川利用らと、新聞、東亜新報を始めるが、翌明治41年1月、脊髄病が進行して、歩行の自由を失う。以後、干渉を、日光や湯河原、西伊豆に避けながら、著作活動を続けることになる。明治42年2月、世界主義の立場に立つ雑誌、黒白を創刊し、女子解放論を執筆し始める。 雑誌に発表した文章は、章で25万字以上に達する原稿が完成したようだが、現在に至っても発見されていない。この年の10月には、自由民検査派による武装反乱を記録した明治藩神殿を出した。当初の記録部分は霊雲が歩行の自由を失っていたので、駆け出し時代の田中幸太郎が担当した。 明治43年6月1日、湯河原で同宿していた、高徳周水が、大逆受験容疑で降印されるのに立ち会っている。翌年6月から、中央公論に、波乱に富んだ生涯を解雇した、自助伝、数記伝を書き始める。これが霊雲の最後の著述となった。霊雲にはもう一つ、中国文学研究者としての面がある。 中国古典の近代的な再生を目指した創書、品文学大綱のために、証古、屈原、祖頭馬、闘世級、王両用を書いている。また、中国古典の日本語訳の最初の試みである、和訳漢文創書の出版を企て、自身も、和訳、老子、和訳証庫、和訳、淳子、和訳、牧師、和訳、烈師、師を担当している。この間、 表現の自由だけではなく、歩行の自由も奪われた霊雲に対して、友人の手によって、異問文,文集が企てられ、1909年に、村雲、夜波、千波万波が刊行された。夏目漱石が、夢十夜を寄せたほか、内村勘蔵、大町慶月、笹川林風、泉京花、高浜巨志らが参加した。大正元年9月7日、霊雲が、 療養先の日光で没すると、読売新聞は、同年10月6日号に2ページに及ぶ追悼記事を載せている。兄の木村くすやた。ありがとうございます。